一度君に同行できて本当に嬉しい。やっと全部君に話せる。見ての通り、私のもう一つの名前は性格ハンターサムなんだ。疑問だらけなのは分かってる。私たちが知らない無境の中で死に遭遇したことは覚えてる。あの時私はミームに捕まって、あれが私を殺そうとした瞬間、その恐ろしい瞳の中にもう一つの無境の影を見たの。私は脚本のヒントをもとに、そのミームについていくつか推測した。そこで銀狼に招待状を出してもらって、みんなを夢の中のホテルへ誘い込んだんだ。本当は君たちの前で死を呼び出して、もっと直接的な方法で真実を伝えようと思ってたの。でもそんな考えとは裏腹に、私は脚本に背くことができないばかりか、君に説明する時間すらなかった。君が見た通り、私は死の刃に貫かれた。濃い浴室の重圧、それが頭の中で弾けて、まるで現実みたいだった。でもね、その一瞬の麻痺が消えた後、自分の体が無傷だってことに気づいたんだ。やっぱり私は生きてた。そして思った通り、美しい夢とは全く違う場所にたどり着いてたの。ピノコニーの無境の下にはもう一つ、もっと原始的で混沌とした記憶域が隠されてた。その名前は流刑の地。そこで私は無境のホテルに戻って、その存在を君に伝えようとした。でもまだ自分の正体を明かすわけにはいかなかったから、どうにかして君の同行者の注意をそらして君を戦場から連れ出そうとしたの。だけど私の試みは全部失敗に終わっちゃった。ついさっき、血みたいに赤い斬撃が夢の高い塀を切り裂いて、君たちをこの深い無境に落としたことで、やっと君や仲間たちを一人ずつ目覚めさせることができたんだ。これが今までに起きたことの全容。全部を無条件に信じるのは難しいかもしれないけど、これだけは言わせて。君は今最後の答えにすごく近いところまで来てる。あと一歩で私は君に証明できるの。それじゃあここから出よう。目を閉して、そのまま深呼吸して、心の中に無境の輪郭を描いて。絶対に目を開けちゃダメだからね。3、2、1。怖がらなくて大丈夫。私たちの迎えが来たから。君にこんなことができるなんて知らなかった。運転免許持ってるの？ああ。それはなんていうか意外だね。なぜだ。ここが罪悪の都市ヤペラーだから。システム時間も寝てないなって思って。大丈夫？大丈夫。死ぬことはない。
俺もお前も同じだ。私はどうかな。あ、やっぱりスピード落として。潜入成功だ。いつでもサムを起動していいぞ。脚本の次のシーンまでまだ時間がある。もう少しだけこの体でいさせて。長いトンネルだね。出発した時はこんなに長いと思わなかった。反システム時間を、このトンネルが俺たちをカフカのところまで導いてくれる。その後ヤペラーブラザーフットが滅亡する。それも全部脚本なの？お前の脚本の中にもある。え、ごめん、気づいてなかった。お前が恋に無視しようと、あいつらの運命は変わらない。言ったはずだ、悪い癖だと。じゃあ君は、今度こそ君が望む死を手に入れられるの？いつも通り空白だ。俺が求めるものはこの星にはない。なぜ急にそんなことを聞く？疲れた運転手の車に乗ってるからだよ。私は無事に目的地にたどり着きたいの。この車には自動運転機能がついている。俺はハンドルに手を置いているだけだ。これでいいか？冗談なのに。エリオはいつも、運命は一つだけで誰もそれを避けることはできないって言ってるよね。あの人には未来が見えて、私たちも同じように自分の定められた結末を知ってる。でもその瞬間が訪れるまで、人は自分の意思でやりたいことを選択できる。私たちにはその権利がある。そうでしょう？今日が終わればヤペラーの名は銀河の歴史から消える。そして陛下鑑定が奴らにとって変わり、近い将来招待状を受け取るだろう。それがお前の次の目的地だ。夢の地、ピノコに。そこでお前の求める答えが見つかること、あるいは解脱を得られることを祈っている。君が無事で本当に良かった。目を閉じる、それが答えなんだ。不思議だよね。私たちがずっと死と思ってた怪物は、本当は流刑の地の番人なの。あれはある特定の法則に従って、美しい夢に浸っている人を連れ去り、ここへ連れてくるんだよ。俺たちが悩んでいた無境の中に本当の死は存在するのかという問題は、どうやら黒幕が仕掛けた思考の罠だったらしい。人々の失踪の真実、そしてこのドリームリーフと呼ばれる城塞を隠すためのものだったんだ。あのミームの出現は全て時計屋に関係している。ドリームリーフが人々を連れ去る目的地なら、俺たちを悩ませ続けてきた多くの疑問についても、ここで解決の糸口を見つけられるに違いない。ここの雰囲気は美しい夢とは全然違う。みんなゆったりとした生活を送ってて、ファミリーみたいな管理者は存在しない。精神状態も少しぼんやりしてる。でも住民たちの断片的な言葉の中に聞き覚えのある名前があったの。ギャラガーっていう名前がね。またその男か。いつも肝心な場面で都合よく現れるな。
おかげで探す手間が省けるが、姫子とナノカは先に行っている。俺たちも気を取り直して出発しよう。本当の無境、流刑の地。出発前にみんなともう少し話した方がいいかな。過去の伝説。打ち破ろうとしたんだけど、今の流れにするだけで精一杯だったの。あと私のわがままもあるかな。サムとしてじゃなくて、ホタルとして君たちと一緒にいたかったんだ。ありがとう。理由は二つ。あと、分かってる。性格ハンターを警戒するのは悪いことじゃないよ。エリオからの指示は一つだけ。請求列車に一緒に大いなる遺産を負わせること。つまり時計屋の遺産は開拓の旅、そして君にとっても重要な意味を持っているってことだよ。前までのエリオの脚本では特定の性格を中心に話が展開されてた。でも君が現れてからはそのルールが当てはまらなくなったみたい。多分彼も未来に不可能なことを見たんだと思う。君に話した医療カプセルのことを覚えてる？それがサム、早急戦線グラモスの鉄器、ファイアフライ4戦力強襲装甲。それは私の命の揺りかごで、私がこの世界に生まれた意味。ずっと世界が私に求める姿だった。ドリームリーフの時間の流れは現実世界とは違うから、くれぐれも注意してね。君は奥室に敏感だから、少しでも気を抜くとこの記憶域の中で迷っちゃうかもしれない。ごめんね。ドリームリーフの時間。何か気になることがあるならちゃんと一緒に話し合おう。ヨミさんがなかなか刀を抜こうとしなかったのもうなずける。あの簡素な鞘にあれほど恐ろしい力が秘められていたとは思いもしなかった。アベンチュリンさんの力が孫悟に由来するものでなければ無境全体に影響が出ていただろうな。そのことを負担に感じる必要はない。君の体内にあるあの性格がなくてもアベンチュリンさんは他の方法で目的を達成するだろう。今はヨミさんを信じよう。彼女の実力を考えれば
俺たちが心配する必要はない。君たちが調査を進める中で彼は重要な情報を提供してくれた。ミハイル、かつての時計屋はファミリーと一緒に現在のピノコニーを築き、そして何らかの理由でファミリーと決別したと。だが問題はそこにある。君たちは明らかに凶悪事件の調査をしていたのに、保安官である彼はなぜ話題を変え自分や時計屋の過去を語り始めたのか。そして今その名前が再び蛍さんの口から出た以上、疑念を抱かざるを得ない。君を見つける前に彼女は自分が性格ハンターであることを明かし、多くの情報を共有してくれた。まさかあの妖怪騎士の正体が少女だったとはな。彼女にとってこれは決して軽々しく他人に話せる秘密じゃない。それを考えると向こうに協力する意思があるということは信じてもいいだろう。だがだからといって彼女が全ての秘密を明かしたとは思えない。なんとなくだがあの少女の状態は夢の中にいる普通の人とは違う気がする。危険がなければいいんだが。君の気持ちが落ち着いたならそれでいい。準備ができたら出発しよう。夢から追い出されたの？僕は帰りたい。でも帰りたくない気持ちもある。誰かどうすればいいか教えて。自分で決めたくないんだ。
遠方から来た友よ。時計屋の遺産がここにあるって聞いたんだ。お前らも一緒に宝探しするか？これほど巨大なクロックボードや、あの時計屋もドリームリーフに力強い痕跡を残したようだな。この城塞の雰囲気、美しい夢とは全く違うな。